はい、時刻は9時30分を回りました。このね、FM ギヌア湾のスタジオから、嘘のような本当の輪の時間ですね。チャーガンジュー、今週も、えー、私パーソナリティ土井秀人と、東京から、ね、ドクター水素ボトルの北条正宏さん、お迎えしてます。おはようございます。はい、おはようございます。はい、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいます、えーまあ、いつも 元気でいいですね私たちねね、はい、おかげさまでねおかげさまでねはい、はいえー、そんな中であの私も茶ャなんですがあの近くにね多分お住まいでいらっしゃるんでしょうかあの今週はね千秋さんをお迎えしてまたお届けしたいと思います千秋さんおはようございますおはようございます 今日はよろししくお願いいたしますし皆さんはどうでしょうかあの最近ね、えー、ちょいちょいとあの話題になっている「モリンガ」という私もこの番組を通して勉強させていただいてるんですけども千秋さんはちょっとモリンガにねお詳しいというところもあってお呼びした次第なんですけれどもこれもあのやっぱりね嘘みたいなねなんかが急にベーンとよくなっちゃうとかそんなんないかもしれないですけどやっぱり健康維持、ね、疲労回復 いろんな形でねラジオをお聞きの皆さんに、えー、ちょっとためになるお話になるかもしれないなと思ってます。はいそんなわけで、ねえー、千秋さんモリンガまだまだそうは言ってもね、あのー、なんだろうなーって思ってる方も多いと思うんですけどモリンガっていうのは世界では「奇跡の木」って呼ばれていて90種類以上の栄養素を含んでいる植物になります。 ね、えっと、ギャバとかあとはこうカリウムとかでビタミン C とかビタミン A とかビーグンとかいろいろ多く含まれているので女性に嬉しい成分の鉄分やそうです、ね、あとは鉄分,そうです鉄分が多く含まれているので、うん、貧血の方とかにおすすめしたりしてます。うん何ででも入ってんですよ とにかくね。なんか探すとね。あのこの成分入ってるかなって見ると、あのモリンガはほぼほぼ入ってますね。うん、すごいス。スーパーフードって呼ばれるね。ね由来はそこにあるんですね。うん、あのそれっぽいなんでしょう。私もそうは言ってもね。全然素人だもんですから、青汁みたいなんですか。そうです<え>青汁に近い感じなんですけど、この私たちが作っているモリンガはちょっと飲みやすいように。 このこう構造工程の方でちょっと工夫してまして多分飲んでみたら皆さん分かると思うんですよ、うん、すごく美味しくいただけると思いますそうん、うん、普通に売られてるモリンガって苦いですもんね飲みづらいすごく、はい、だけど、うん、あのこちらのモリンガはめっちゃ飲みやすいからあのペットボトルでねガシャガシャガシャってお水に 溶かして飲むんですけど一、うん、本飲んでももう一本飲もうかなっていう感じになりますからねあ要はモリンガという植物の葉っぱの粉ですかねそう,ですそうですねあのね、うん、葉っぱしか使ってない通常は茎とか、うん、いろんなところを混ぜちゃうからそれで苦くなったりとかあと熱かけすぎたりとかするんであのドバイでも売ってたんですよ僕行った時に でおモリンガじゃんっつってそのサプリメーカーの社長さんと喋ってたら「そのおじゃあお前これ飲んでみろっ」って言ったら「苦いんですよ」「苦いな」って言ったら向こうに言ったら「苦いのは当たり前だ」って言うんですけどそれが当たり前じゃなくしてるっていうすっごい飲みやすくしてるっていうお実際そのえっ、ー、と何ていうんですかね粉末はえっ、ー、とな,なんかもう商品名とか決まってるんですか 商品名も決まっています。はい。どどんな？うん、はい。はい、アリンガモリンガって言います。アリンガモリンガ。うん、はい。うん。どこに行ったら買,買える感じなんですか？今は私たち沖縄の方ではギノワンマスキの琉球ヒートさんで購入できます。ああ、うん、あ、はあ、ああ、ああ。ええー、検索してみましょうね。琉球にカタカナヒート。はい。そこでね問い合わせを立てをしていただけたら、はい、その飲みやすくて。 ね、お体によろしい。アリンガモリンガ。アリンガモリンガって検索すると出てきます。出てきます。ますお素晴らしい。 ね、皆さん、でもまあまあ僕,僕も含めてなんですけど多いのはあの、まあ、共通してねあのドクター水槽ボトルは日々楽しんで、ね、やっていたりするんですけどもあの共通しているのはやっぱり沖縄にも結構な数であるあのドラッグストアの,、ね、あのサプリとかでやっぱりどうしてもあ,のあるじゃないですかあの通販とでもいいんですかねあの健康番組で青汁のテレビショッピング,、ね、ピングああいうので青汁って って馴染みがあると思うんですけど、もう全然こう上回る感じでしょうかね。そうですね。うん、栄養分、結構モリンガはすごく豊富なんですよ。うん、すごいと思います。青汁、こんなこと言っていいのかわかんないんですけど、<laughs> うん、青汁より私は結構すおすすめしています。うん、わ <laughs> かりました。ではね、そのアリンガモリンガのこと、もうちょっと詳しく聞きたいので一回 CM 入りますね。 はい嘘のような本当のはの時間でございますが今日もね「ドクター水素ボトル」の北条政宏さんそれから千秋さんアリンガモリンガについてお話いただいてるんですがアリンガモリンガ何が違うかあのー、まあ美味しい飲みやすさっていうのもそうですがやはりねそのモリンガの葉っぱをこれ なん,な,なんていうんかね鮮度何がこう違って美味しく作れたりするんですかね製法とかもあるんですかやっぱり製法あ浅積みをして、うん、すぐに処理しているっていう点もあると思うんですよそういうので結構酸化しちゃいますもんね、はい、ずっと置いといたらね酸化、うん、しない段階で処理してるから酸化すると苦くなったりとかしてくるんでなん、まあ、でもねそ,<の>そうですねそ,そ,そこが違いですよねだからあこの 甘み甘みすら感じますもんね。モリンガ飲んでたらね。はい、美味しくいただけると思います。うん。あれですよね。あの結構農家やそっちのね関連の人結構詳しいかもい沖縄にもありますよね。モリンガは。沖縄にもあります。ねはい、あのこのアリンガモリンガはどこどっかれどっからのですか。はい。株式会社ジーバジーバさんが。ジーバとして私動いてるんですが、は、うん、読谷の方でも畑の方を。 今スタートしてましててま、うん、今現在はフィリピンの方でセブ島の方から輸入輸入っていう形ですねはいおーおーおーそれでか加工というか商品化しているのは沖縄なんですか、えっと、向こうで加工までしてで沖縄持ってきて粉砕とか殺菌とかは沖縄の方でやってパッケージまで作っています うんなるほどですね工場さんももちろん何度も飲んでみたの,あのたくさん飲んでます飲んでますかそう, <laughs> そうあの水素を吸うとあの体中の血管開くでしょそうするとうん、うん、末梢まで栄養素が届けられるようになるんでいい栄養素を取るのはすごくいいことなんでね、うん、であの私もあの DNA の鑑定をやってもらってこういう栄養素を をあなたの DNA 的にはいいですよっていうのを解析してもらったんですよ。うん、でね、なんか見覚えがないようなその栄養素とかもいっぱい書かれていて、これって何食べたらいいんだと思ってたら全部モリンガに入ってました。うん、だ,かだからまあそういう意味でね、あの自分自分自身の DNA の情報で言ってもやっぱりモリンガはすごく合うというか必要なものが全部入ってるんで、うん、でいただくようにしてます。うん。 あのーど、どんなまあすごくねそのアリンガモリンガはあの、ねまあのねまこれからもっと有名になっていくんでしょうけども体に良さそうねっていうのはちょっとじわじわと分かってきたんですけどど,どんな人に良さそうみたいなのってなんかイメージよくね例えばカリウムあの、ええっと例えば血圧が高い人がカリウム取るといいですよってだからバナナ食べましょうねって言うでしょ。うそうすると 糖質がいいっっぱい入ってんですよ、血糖値がね血糖値上がっちゃうんですね <laughs> そういうだからいたしかゆしのところがあって、うん、それだったら栄養素がたくさん入っているで特に甘くもない甘くもないっていうかそのなんていうか糖分じゃなくてその甘みそのもの葉っぱそのものの甘みがあるからそういう意味ではねそのなんていうかサプリメントをいろいろこう合わせるよりもガンって入ってるからすごくいいんですようーん なるほどね。実際にあのー、なんて言うんでしょう。千秋さんはもちろんね、あの関わるどころかそのご縁が出会いがあったと思うんですけど、どれぐらいその飲み続けてらっしゃるんですか。今も私は2年以上飲んでいます。えー、ベテランです。はい、お肌の調子が良くなって、ね、はい。でお通じとかも結構良くなるんですね。あ、良さそうですね。それでお肌の調子が良くなったりとか。うーん。 ね、それはお通じが良くなればお肌つるつるになりますねこういわゆる鬼かななこうドクター水素ボトルとねその血流と栄養素すごいですねこれ,これこれ今年からそうしちゃおうっていう人増えてくんじゃないですかね,ね食物成分当然たくさん入ってますもんね<ー>だからあれですよ腸にもめちゃくちゃいいってことになりますよねどうですかその まあちらっと見せていただいたんですけど、あのこういう袋、えっとスティック砂糖みたいなあるじゃないですか。ああいうなんか要はスティック状のですよね。そうですねあれを一日目安どれぐらいが、一日一本で、一日一本、はい、はい、うん、をあの行、ー、っていただくと、のペットボトルに入れて、うん、溶かして飲んでいただく感じあー、ああ、あさっき言ったこうふたして、ガチャガチャってシェイクしてね、ふって、うんうんうん。 あれを毎日一本。はい、なるほどですね。うん、ちなみにあのそんないいものだとこの一一本で売ってる一本で売ってないですよね。こうなんなん何パうん何パコ三十包の一箱とあとは五十本入りが販売しています。うん、ああ約二ヶ月足らず一ヶ月分とね毎日まめにそするとえっとそれ以下ほどになるんですか。 なるほどねこれはなんかホームページかなんか出てるんですかねホームページの方にありますそうなんですねわかりましたねえ私自身もすごくちょっとあの血流はこない検査してものすごくサラサラでいいですねって褒められちゃったんですけどそうですねそうはね <laughs> <も>あの通風の頃からしか見えないね本当ねね。<laughs> ね 全く増えれないですよ。良かったですね良かったですよ。私もですから、まるっと、それこそ2年ぐらいにはやっぱりね、水素ボトルもなりますから、もう毎日、ほぼね、ほぼほぼ、よっぽどじゃないと、もう肌身離さず、うん、1時間は最低、やっぱりね、吸入してますんでね、はい。あの、あれですか、千秋さんはもちろん、やっぱり1時間ぐらいは、水素ボトルも。 毎日知ってますあ素晴らしいですね、こういう方がねもっと増えるとねうんいいなと思いますけれどもあの説明会にじゃあそれこそ、あれじゃないですかお鬼かなですよねそうですねこうね,ねこののね私もよく聞かれるんでねなんか、うん、いいサプリとか知りませんかとかって聞かれるんで、うん、そのときは森、ね、がいいですよって話をしてるんですよ。よ なるほどですね皆さんラジオ沖縄さんアリンガモリンガでぜひ検索してみてください一回入ります頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号0335272211 はい、嘘のような、コントの輪、ということでね、この輪にはね、うん、お話と書いてますが、えー、輪っかになる輪であったり、沖縄の輪であったりね、わ、うん、っと驚くの輪であったり、ね、いろんな意味を込めてね、今週も、えー、ドクターズウソボトルの、北条正宏さんお迎えし、え、ね、ー、えー、森、森のアリンガモリンガの、噛んでしまいました、千秋さんお迎えしてますけれども、ね、こ,こニコニコしちゃう理由が、私ちょっとあの、後ほど、あの、 購入させていただきたいと思ってますの、ね、で、50本セットかなんかで、はい、行きたいと思ってるんですけども、あのー、ね、ドクター水素ボトルもね、あの、もう日常の生活に欠かせないなーというところが、千秋さんもあると思うんですが、まあね、もちろんそのお綺麗なひ、ね、あのー、コツというか秘訣ってあると思うんですけれども、お体の具合関係でね、うん、うん、あのー、まあ、 お知り合いの方とかなんかで、ね、ドクター水素ボトルを、えー、続けていらっしゃる方はこんなんですよ。何かエピソードとかありますか？そうですね。私の母がえっと1年前に癌になりました。乳癌になりまして、で左を除去したんですね。でそれからちょっとスイボトルに出会えたので、癌を再発させないためにって今もう毎日5時間ぐらいは吸ってるんですよ。 で今も現在も元気にもう過ごさせていただいて、うん、もう本当にもう水素には感謝しかなく、うん、もう母はもうこれが動かなくなると不安になるみたいです、うん、すぐ連絡がきますなるほど,なるほど、ね、よくあの私自身もねあのやっぱりご用意いただいた方でそういう出会いのタイミングが良くて、うん、ちょうどやっぱりあのね えー、良い方に向かった方がいると思うんですけど北條さん、改めてこのね、えー、ドクター水素ボトルはがんに対して、うん、どういうふうにこう働きかけるっていうかあの、まあ、あの水素ががんを治すことはないんですけど、うん、あの水素を吸ってると体温簡単に言うと上がってきちゃうんですよ。そうすると、まあ、血流が良くなっているからですけども体温が上がってくると自分の免疫力が働いてあのキラー細胞とか T 細胞とかね。あの そういった自分の免疫細胞が働いてそれががん細胞をどうも潰していってるらしくて、うん、でそれを東大が腫瘍細胞を縮小させるっていうことで、うん、特許を今出してるるていう感じですかね。ないう感じですかね、はい。だから、まあ、そういう意味では結果的にはそういうことで、うん、あの再発させなかったりとか前もねホーク太鼓さんなんか出ていただきましたけどね。吸ってたらが,んが ほぼ消滅したっていうところまで行っちゃいましたもんね彼女が半年ぐらいでね<ー>私の弟もほとんどもう亡くなって腹腔<ー>鏡っていうんでちょきんちょきんって40分の手術だけで終わっちゃいましたんでね末期で<ー>去年の8月までしか生きられないって言われたのにお医者さんから今元気にねメガジョッキ飲んでますから <laughs> <laughs> すっごい飲みますからね私どころじゃないですかいや本当にこう なんてでしょう単純にやっぱね嬉しいというかねまあね体温がね上がってそういうふうになってくれると大切な人が元気でいるっていうのは嬉しいですよね。そうですよね、うん、よくね私もやっぱりこう簡単にご説明をさせていただく中でな何がんでもいいんですかみたいなね <laughs> 聞くんですけどそ,そ,そこはね関係ないみたいな。 の部位は関係ないいみたいですねそうですよねが、うん、うん、であったり、ね、このまあ日曜日の午前中結構ねご年配の方がこうラジオを聞いていただける方も多いと聞いてるんですけどやっぱり成,成人病って言ってもねなんかこう実際に年取ってこないとよく分かんない病気も多いと思うんですが、うん、そういったところにやっぱり血流が全てということなんです。 やっぱりね、機能が若返ってくるっていうふうに考えた方が、説明がつきやすいという感じでしょうね。うんなるほどですね気になる方はね、ぜひちょっとラジオ局にね、この FM 技能案でも問い合わせていただいて、嘘のような、本当の、あで、なんか言ってたねなんつってね、時々、このご質問いただいたりしますが、どうぞご遠慮なくと思っております。はい あのね、千秋さん他にはあのご友人とかお美しいお友達の美容系でもいいんですけどもいらっしゃったりしますかこのドクター水素ボトルの私の知り合いの美容師さんは、うん、この水素ボトル、えっと、水素ボトルですよね水素ボトルいいって聞いたって言って問い合わせあったんですけどなんかまだこう踏み切れてないって言って。 がんの方がいらっしゃるからどうなのって聞かれたんですよなのでちょっと私もちょっと話したんですけど私自身実は子宮に菌種を持ってましてでこの水素ボトルを吸う前は実は15センチぐらい結構大きな菌種を持ってたんですね最近ちょっと婦人科行ったらそれが5センチぐらいにちっちゃくなってたんですす<ー><で>すごい 何したの?」って言われたんですけど「<laughs> あ実は水素吸って」って「えっ?」てお医者さん止まって「それだけですか?」って言うから、うん、なので一応モリンガと水素で一応今は健康維持してますっていう話をしたんですそういう話を皆さんにしたらちょっと,ょっと興味をわってもらってるんです、ねね。子宮筋腫って、あのー、なんていうのかな お元気でこう体が元気の間でっかおなかの中でどんどん大きくなってあ<ー>あの圧迫をしていくんですねだからお腹が痛くなったりとかいろいろあるんですけどそれを切っちゃうとね子宮全部取,取らなきゃいけないって話になるんでお子さんが作れる年齢の方でそれを患っちゃうとその切れないから放置しなきゃなんないしっていう感じになっちゃうんですよ。 で小さくなってくる頃には今度お子さんが産めないっていう年齢に差し掛かってきちゃうから、うん、すごく悩ましいんで、ね、そういうことが起こってくれたら嬉しいですよね。うん、なるほどですねいったチーム入ります、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOOEAST 株式会社 電話番号ゼロ三。三五二七。二二一一。なるほどですね。まあ、ど、どんな、そういった、まあ、不調にも。こう。よろしいものなんですか、ね。あの、本に、本来の、こう、ある姿に近づいていくので。 だからね、お元気に過ごせるっていうのがいいですよね。うんある姿じゃなくなってるくるのがやっぱり痛みとかいわゆるまあまあまあ誰もが、ね、経験していく老化とかまあシみしわ。シワ ね、あのこれ、女性の話で言うんじゃない男だってそういうことですからね、こんな役にやってねこう、いろいろ傷んでくる、病んでくるところは多いと思うんですけれども、まあ、そこに対して今、その健康社会への取り組みといったら、非常にじゃあ大きな,なんですか、ね、要素になっているとでも言うんでしょうかね、アリンガモリンガもすごくいい栄養素として、私はもう、めっちゃ推薦してるんですよ。 あのさっきの話のようにちょうどいいところに落ち着いてくるっていう何ていうかなもう,こう意図的によくねあのお医者さんが使う言葉で言っちゃうと免疫力が上がったらこれはまずいんじゃないですかなんていう病気もあるわけですよところが水素を吸ってもらった場合ってそんなこと関係なくちょうどいいところにみんなどうも落ち着いちゃって、うん、あだから単純にその免疫力を上げるって言葉じゃないんだなと思って。 やっぱり若返るっていうのがちょう一番わかりやすいかなと思ってるんですけどね聞くっていうなんていうかこうお薬的な発想じゃないんですよねだからまあね皆さんが元気になるってニコニコし始めるっていう,うまあまあ確かにね うん、すごくそれは分かりやすいことだな。で女性もねまあ例えばあの千秋さんもまあぶっちゃけ今日ねラジオなんで皆さんで見ていただけないんですけどお綺麗でいらっしゃって、うんね、で我々もね結構ブサイクかどうかはね顔が別としてあの、つ艶はねいいって言われますよね。そうですね あの60直前にしてうでもね,いうね,ね土井さん60いつですか6十五5月ですあ五月私6月ですからおおねじゃ,じゃあもう琉球ヒートでしな,けな、ねね、誕生日もあって還暦スペシャルをやりましょうかねじゃねモリンガサワー,ーとかもできるんでしょうかね,ね,ねついそうは言ってもお酒を楽しみたくなってくる今日この頃なんですけど元気があってチャーハン10で何よりですよねうん多分 ねえあのー、千秋さんも、ね、ご友人いろいろそのいらっしゃる中でそういう方多いんじゃないですかやっぱり「ドクター・スイソボトル」や「アリンガ・モリンガ」保護されてる方は。い朗<え>らかにニコニコと過ごしてるし。 いいですね。いいですね。<laughs> はい、えー。そんなこんなでね、私自身もいよいよちょっと、あのー、ね、ここ最近ずっと今年、特に気になったので、うん。あの、新森さんからもちょっと噂をね、<あ>聞いたことがありますからね。ねあの、私のお知り合いのね、新森さんも、<laughs> あの、近市さんでしたけど、前川先生、近市さんから、<laughs> ね。<笑><笑>はい。あのー、あの、アリンガ、モリンガ、ね、ぜひ気になった方、ググって、こう、検索をしてみてください。はい。えー、宜野湾市にあります、 有給フィートこ、ね、ちらの方で販売もしておるということですでは今日もね千秋さん北条さんありがとうございました、はい、ありがとうございました